隙間時間で源氏物語、隙間源氏。前回のあらすじ、源氏の屋敷に若者たちが集まって、みんな玉鬘に興味津々です。一方、それが悔しい内大臣も姫君を引き取っている様子。隙間源氏第26回常夏その2、よりによってその子。さて、内大臣はこの近江の君をどうしようかと思っています。他人が悪口を言っているからといって里に返すのも軽率だし、屋敷から出さずにいると育てる気がないと思われるだろうと考えて、娘の小貴殿の女房に使えさせようと思うのでした。近江の君はいとこだという若い女房とすごろくをしています。顔つきは小柄で愛嬌もあり、髪は美しいのですが、額が狭く声が上ずっているので、全てが台無しになっています。内大臣が、この屋敷にお移りになって何か馴染めないことなどおありですか？私はなかなかお伺いできていないので、というと例の早口で、ここに住んでたら何の心配もありません。ずっと見たいな会いたいな思ってたお父様の顔をいつもは見られへんのが、外れ馬券買うたみたいな気になるだけで、と言います。私の身辺を世話する役をしていただこうかと思っておりましたが、何をしてもあの人の娘だ、あの家の子だと知られる身分におなりになると、親兄弟の面目を潰すような人もおられるようで、と言いかけた内大臣の言葉を遮って、なんや、それはガチガチにシャチこばった付き合いをしようと思ってはるから窮屈になんねん。うちはトイレ用の壺でも何でも運ぶし、なんならその壺あるときれいにする仕事かてやりますから、と言い放つので、内大臣も予想外の返事に吹き出してしまって、それは似つかわしくないお役目ですね。しかしあなたの孝行する気持ちはよくわかりました。できればその親孝行する気持ちでもう少しゆっくり話してください。そうすれば私の寿命も伸びるでしょうから、というのでした。うちのベロ生まれつきこんな感じなんやと思いますわ。小さい頃から死んだお母ちゃんに早口はやめなさいって言われてたんやけど、知ってはるかな、妙法寺の偉いお坊さんいてはるでしょ。あのお坊さんがうちが生まれる時に産屋にいてはってん。そやからそのお坊さんの早口がうつったんちゃうかと思ってるんです。どないしたらこの早口治るんやろうねえ、というので孝行する気持ちはあるのだと思い、小貴殿の女房が里に戻っている間に女房たちの所作を見習いなさい、そうすれば自然と身につくものですよ、と言うと、マジでめちゃくちゃ嬉しいです。それもうね、絶対どうやってもここの人らと同じ兄弟やねんってお認めしろしめていただきたくて、寝ても覚めても何考えてる時でもずっとそれ思ってたんで、許していただけるんやったら水汲みでもしに行くし、水の入った桶頭に乗せて運んだりしますし、いやほんまに、と一段と早口になって喋るのでした。あまり意味のない言葉でも落ち着いた声で静かに言い出せば風情があるように思われるのに、近江の君は声が浮ついていて、言葉はゴツゴツしているし、訛りはあるし、作法はなってないので、ひどく悪く見えるのでした。でも全く取り柄がないわけではなく、和歌のようで意味が通らないものを即座に作ってしまうという特技を持っています。近江の君は早く小貴殿の女房に会いたいので文を書くことにしました。いろいろと書いて和歌の名称を書き連ねたような和歌を書いて送ります。小貴殿の女房は受け取るとにっこりと微笑んで、そのままお返事を書こうとしません。使いの子供がせかすのですが、返事もこのように書かなければ軽蔑されてしまうかもしれませんね。あなたが代わりに書いてくださいな、と女房に書かせます。女房は小貴殿の女房の筆跡を真似て、同じように歌枕ばかり読み込んだ和歌を返します。それを見た近江の君は、めっちゃかっこいい歌やん、松って言うてくれてはるわ、と大喜びして小貴殿の女房に会いに行く支度を始めるのでした。次回隙間源氏第27回はかがり火の巻。玉鬘もなんとか源氏の君に打ち解けて優雅に時を過ごします。音楽は心をつなぐ。お楽しみに。